羽生結弦、る。曲目変更なしの理由。明かしていた真っ向勝負の維持、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。今季初戦となるオータムクラシックの舞台に立った羽生結弦、る24。9月13日に行われた公開練習で、 ベールに包まれてきた今シーズンのプログラムがついに明らかとなった。例年だとシーズン開始前の8月にはカナダで公開練習を行い、そこで新プログラムを発表してきた羽生陣営。だが今年は直前になって公開中止が報じられ、プログラム発表を行わないまま新シーズン突入する異例の事態となっていた。それから1ヶ月。今回発表されたプログラムはショートが秋に寄せてで、フリーがオリジン。 どちらも昨シーズンと同じ曲だったのだ。この決断に関係者からはどよめきが起きたという。というのも今年3月に行われた世界選手権で、羽生はこの曲でネイサンチェン20に敗北を喫していたからだ。羽生選手はミスこそあったものの、フリーでは圧巻の演技を披露。300点超えを叩き出していました。にもかかわらず、姉さんは20点以上も上だったのです。 誰もが抜本的な見直しが必要だと考えていました。そうなると通常は曲も含めてプログラムを一新し、より高得点を叩き出しやすい構成に塗り直すのがセオリーでしょう。にもかかわらず同じ曲のまま再選するため、驚きの声が上がっていました。前出スポーツジャーナリスト世界選手権後には負けは死も同然と語るなど、悔しさを滲ませていた羽生。そんな彼がなぜ今回の決断に至ったのか、 その理由について、フィギュア関係者がこう明かす、実は、今回時点で曲は変えない方針と聞いていました。羽生選手が小細工はしたくない。本当の意味で姉さんに勝つことにはならないから。やるなら堂々と徹底的に。この曲のまま真っ向勝負で勝つと言っていたそうです。特に羽生選手はフリーのオリジンに強いこだわりを見せています。この曲はエフゲニー・プルシェンコさん。 36のニジンスキーに捧ぐをアレンジしたもの、リスペクトする人から受け継いだ曲で負けたままではいられない。そう考えたことも今回の決断に大きく影響したと聞きました。いわば、羽生が意地を見せたのだ。だが、戦略上でも大きなメリットがあるという。全室のスポーツジャーナリストがこう語る曲目を変更してしまうと、プログラムを位置から覚えていかなければなりません。しかし、同じ曲で勝負するとなれば、 それだけプログラムの完成度を上げることに専念できます。また、ジャンプの練習に時間を割くこともできます。実は、世界選手権のフリープログラムを振り返ると、演技構成点は姉さん選手よりも羽生選手の方が上でした。つまり、ジャンプなどの技術点で大きく差をつけられてしまったのです。逆に言えば、ジャンプを磨くことでさらに加点を狙えるということでもあります。メリットは大きいでしょう。オータムクラシックの練習後。 羽生は報道陣にこう語っていた。負けたままで終わらせたくなかった。完成させた上で、悔いなくこのプログラムを終えたいと思った。さらに羽生は4回転アクセルの回転を身につけるため、5回転の練習をしていることも明かしていた。静かな闘志を胸に秘め、彼は姉さんとの一騎打ちの舞台へと進むう。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。